昨日から始まった名古屋エンタメ祭りは、日本ど真ん中祭り、世界コスプレサミットと並ぶ名古屋三大祭りの一つとして新たに企画されました。会場の一つ久屋大通公園では、地元のアイドルグループなどのライブが行われているほか、グッズの販売などが行われています。名古屋エンタメ祭りは明日まで開かれていて、アマチュアのダンスコンテストなども行われます。